はいどうも、大悟です。というわけで今回もやっていきたいと思うんですが、今回のテーマは音楽で人間の性格を変える方法についてご紹介したいと思います。もともとですね、音楽って結構人間の性格と関係してるんじゃないのってことは昔から言われてきたわけです。実際にですね、音楽の好みが結構性格に現れるよと。じゃあ性格がね、聴く音楽を決めてるのか、聴く音楽が性格を作ってるのかっていう話が結構議論になってまして、で、両方のまあ可能性があるでしょうと。なので皆さんは、まあ自分の性格に合った音楽を聴いて性格を強めるもよし、逆に自分がなりたいと思ってるような性格の人が聴いてる音楽をあえて聴いたりとか、普段ロック聴かないけどチャレンジしてみようかなとか思って聴いてみるのもありと。そういう使い方をぜひしてみてください。もともとですね、音楽って結構人間の性格と関係してるんじゃないのってことは昔から言われてきたわけです。はい。で、実際にですね、音楽の好みが結構性格に現れるよと、特定性格の人が特定の音楽を聴くよって研究がいっぱいあるんですが、結構ね、研究者によっては、じゃあ性格がね、聴く音楽を決めてるのか、聴く音楽がその性格を作ってるのかっていう話が結構議論になってまして、で、両方のまあ可能性があるでしょうと。例えば、人間の性格ってだんだん強まっていくわけなんですよ。だから内向的な人はより内向的になったりとか、外向的な人はもっと外向的になったりとかってことが起こるんですけど、こういうのって、例えば外向的な人が友達と例えばいっぱい付き合って仲良くなって、で、それでより外向的になっていくじゃないですか。普通に考えてね。で、逆もしかりです。内向的な人が友達と付き合わないことによって、より内向的になっていくってことはありえますよね。で、これと同じように、もしその性格を、特定の性格を持ってる人が、特定の行動を取るようによって、取ることによって性格が強まることがあるのであれば、逆に音楽も同じで、その特定の性格の人が特定の音楽を聴きすぎることによって、どんどんその結果が強化されるんじゃないのかと。裏を返せば、例えば外交的になりたかったら、外交的な人が好みやすい音楽を聴くことによって、外交的になっていくという可能性も実はあるわけなんです。というわけで今回はですね、そんな中から、じゃあ、メンタルが弱い人とか、外交的な人とか、特定の性格の人が聴く音楽ってどんなものがあるのかということを説明していきたいというふうに思います。これ結構いろんな研究があるんですけれども、今回の研究は、皆さんも一度は使ったことがあるであろうですね、Spotify。っていう、音楽サービス。これのユーザーを対象にしてます。5808人のですね、Spotify ユーザーを対象にして行われた研究です。これどういう風にしたかっていうと、この5808人が、どういう音楽を好んで聴いてるのかってことをですね、3ヶ月間かけて追跡調査したというものですね。で、これと同時に、この Spotify ユーザーの人たちの全員のビッグファイブっていう、まあ、いわゆる性格を、まあ、人間のその性格を分析する方法の中で、まあ、一番正確だよね、信憑性あるよねって言われてるテストみたいなものがあるんですが、このですね、ビッグファイブというものと比べて、特定の性格の人がどんな曲を聴いてるのかってことを調べまくったってですね、こういう研究になります。そしたら、結構ジャンルと性格の相関性というか関係が出てきたよっていうのがこの研究の面白いところなんですよ。なので皆さんは、まあ、自分の性格に合った音楽を聴いて性格を強めるもよし、逆に自分がなりたいと思ってるような性格の人が聴いてる音楽をあえて聴いたりとか、まあ、今日の放送を聞いてからちょっとチャレンジしてみようかな、普段ロック聞かないけどチャレンジしてみようかなとか思って聞いてみるのもありと、そういう使い方をぜひしてみてください。本来は特定の性格の人が聞きやすい音楽があったよって研究なんですが、一応他の研究者とかこの研究者もこの研究からも考察できるんですけれども、音楽聞くことによって性格が変わる可能性は十分ありえますんで、そういった逆向きの使い方をしてみるのもおすすめでございます。はい、じゃあどんな結果が出たか紹介していきたいと思います。カントリーとか R&B 系の音楽が好きな人。こういう人はですね、外交的な傾向があったそうです。はい。まあ、だからまあ R&B とかはね、まあ結構好きって人いると思うんですけど、僕なんか割と内向的な性格なんで、こういった外交的なね、傾向を持ってる人が聞いてるカントリーとか R&B は聞かないんですが、まあ、こういったものをですね、あえて聞いてみるなんてのもいいかもしれません。で、特に今日も概要欄の方に僕ね、結構おすすめで、こういう風に性格に合わせて、曲を聞いたりとか、あとは特定の性格とか特定の行動を取り安く、するためにですね、僕結構音楽使ったりするんですよ。例えばちょっとパーティーにしょうがないんだけど行くと、付き合いで行かなくちゃいけないと。でもどうせ行くんだったら外交的にいろんな人と仲良くなってきたよなと思ったら、 R&B の曲のプレイリスト全然知らないんだよ。プレイリストとかを Amazon Music とかで聞くんですよ。というわけで外交的な人がですね、聞いてるのはカントリー R&B なんで、外交的になりたい人は R&B とかのプレイリストを聞いてみるのがいいかもしれません。というわけで1個目が、外交的な人が聞く音楽でした。続いて二つ目。ロックやインディーズ、オルタナティブ。まあ、オルタナティブってジャンルあんま聞いたことない方はいると思うんですよ。プレイリスト見ると出てくるんで、説明が難しいんです。聞いてみてください。ロックとかインディーズ、オルタナティブ。こういうのを聞く人ってのは、内向的な傾向があるということがこの研究から出てます。だから逆に言うと、内向的になりたい人間なんかいるのかと思う方いると思うんですけど、実は内向的な人の方が集中力が高かったりとか、内向って別にシャイって意味じゃなくて、自分の人としての興味が内面に向いてるんですよ。
内向的な人は。で、外向的な人ってのは外に向いてるんですよ。だから、外向的な人は人と話すことによって多くを学ぼうとして、内向的な人は自分の頭の中で考えることによって高みに至ろうとするっていう、そういう、その、興味方向がの違いだけなんですね。だから、まあ、自分はもうちょっと考える時間が欲しいとか、ね、自分の頭でちゃんと考えて行動したい。人にね、聞くだけじゃなくて、自分の頭でじっくり考えて行動したいなんて思う人は、意外とロックとかを聞き始めてるのを見るなんかいいかもしれません。では続いて、三つ目はですね、誠実性が高い人。誠実性が高い人。要するに慎重に物事を考えたりとか、計画的に行動したりとか、コツコツ物事をやる人っていうのは、ソウルやファンク系のミュージックを好むというのが分かってます。はい。だからこれは使い方としては逆向きなんですが、ってことは、ソウルとかファンクのプレイリストを聞くことによって、誠実性を上げることができるかもしれないってことなんですよ。はい。まあ、少なくとも、誠実性が高い行動を取ってる人たちがそういう音楽を聴いてるわけだから、誠実性が高い行動を取りたいときとか、コツコツ何かをやりたいと思ったときには、ソウルとかファンクを、あえてね、プレイリストとかだけでもいいので聞いてみるっていうのはいいかもしれません。では続いて、協調性が高い人がよくですね、聞く音楽っていうのは、ジャズやブルース、でした。はい。ジャズやブルースがですね、好きな人っていうのは、感情的に安定していて、協調性も高かったと。だから自分の感情を安定させたい、あるいは協調性を高めたいと思う場合は、ジャズとか、ブルースとか、そういった音楽を聴いてみるのもいいかもしれません。で、これ結構面白いのが、ジャズってこう、即興でさ、みんなと合わせて聴いて、曲、作ったりとかするじゃないですか、その場で。ジャズって、やっぱり協調性が高い人じゃないとできないんですよ。だから協調性が高い人たちがジャズを好むんじゃないかっていうですね、そういう逆推もできるので面白いですよね。だからまあ共同性を高めたいね、感情をちょっと安定させたいと思う方はジャズとか聞いてみるといいかもしれない。結構ジャズなんかほら落ち着くじゃん、聞いてても。なんかああいうやっぱり心理的な効果って音楽によってあるんでしょうね、きっと。はい。で、続いてがですね、レゲエが好きな人。はい。レゲエ聞く人ってあんまりいないかもしれないですけど、でも結構ね、楽しいというか、はい、たまに聞いてみると面白いジャンルですが、レゲエが好きな人は開放性が高くて、多様性とか、あとは知的好奇心を好む傾向があるということが分かってます。レゲエ好きな人ってのは、こういろんな体験に対してオープンで、で、こう知的好奇心が高かったりとかするらしいんですよね。はい。では続いてはですね、クラシックが好きな人。で、これクラシックが好きな人も、開放性が高くて好奇心が大きいっていう傾向があるってことが分かってます。これ意外ですよね。レゲエとクラシックって真逆なんだけれども、でもわざわざこの現代にレゲエを聞くっていうのもそうだけど、クラシックをがっつり聞くって人も、まあ、なかなか逆に今からしたらクラシックって新しいじゃないですか、一回りしていて。だから好奇心が大きい傾向がある人じゃないとクラシック聞かないのかもしれないですね。はい。だから、まあ、好奇心を高めたいというふうに思うんだったら、これ逆の使い方をしてみるんだったら、レゲエかクラシックどっちかを聞いてみてもいいかもしれません。で、あとは、エモ系の音楽。エモい、曲ってよく言いますけど、エモ系の音楽が好きな人は、情緒不安定で内向的な傾向があったそうです。はい。だから、まあ、メンタルを不安定にさせたいんだったら、エモ系の曲聴けましょうというふうにはさすがに言えないんですが、ただこれ一つ、いいところもありまして、このメンタルが不安定で気分のアップダウン、感情のアップダウンとか感受性が高くなってるんですよ。だから、例えば、アーティストの人とか、なんかこう、作品を作る人が一時的にこの感傷に浸るというか、ちょっとセンチメンタルな気分にならなくちゃいけない、みたいな気分にならなくちゃいけないっていう人は、エモ系の曲をあえて使ってみるのはいいかもしれませんね。趣味で聞く分にはいいと思うんですが、で、一応内向的になる可能性もあるんですが、ただ内向的になりたいだけだったらログとかインティーズ、オルタナティブの方が僕はいいと思うので、はい、そっちをお勧めしておきます。はい。だからパンクが好きな人も気をつけてください。パンクが好きな人は、情緒的に不安定で反社会的な傾向があると、いうことが分かってます。だからまあちょっとメンタルが弱いなって思う人は、パンクとかエモ系の曲ばっかり聴いてると、さらにそれが加速しちゃう可能性があるんで、他の曲と上手に真似ながら聴いていくのがいいかもしれませんね。はい。で、反社会的な傾向をね、作りたいからパンク聴くって人はあんまりいないかもしれませんが、例えば人の目が気になっちゃって、なんかちょっとこうね、目立つこととか、人と違うことができないんだよね、自分はって人なんかは、あえてパンク聴いてみてもいいかもしれませんね。もし、このパンクを聞くことによって、まあ、メンタルのアップダウンがちょっと激しくなったりとか、若干の反社会的な傾向が手に入るのであれば、人に合わせることしかしてこなかった人生を送ってきた人は、ちょっとパンクを聞くことによって、あえてこの反社会性みたいなものを少しですね、加えてみるなんてのもいいのかもしれませんね。はい。という研究でした。はい。で、これまあ、あくまでさっきも何度も言ってるようにですね、特定の性格の人が特定の音楽を聴くのか、特定の音楽を聴くから特定の性格になっていくのかっていうのを、このどっちがどっちなのか、この因果関係ってのはよくわかってません。ただ、いろんな研究者の研究見てみると、両方あるんじゃないと。
特定の性格だから特定の曲を聴くっていうのもあるだろうし、特定の曲を聴くから特定の性格になるっていうのもあると思うんで、で、ほとんどコストがかかりませんから、あえて自分の性格を変えるために音楽が聴くんじゃないかなってところにかけて聴いてみるなんてのはいいかもしれません。あとは一応ね、音楽の使い方が性格によって違うんじゃないっていう指摘もされてました、この研究では。感情が安定していない人は、自分の感情コントロールとか安定させるために音楽を使うことが多かったそうです。一方で、誠実性が高い人、要するに物事をコツコツやったりとかする人っていうのは、目標達成のために音楽を使うことが多かったそうです。勉強のモチベーション上げるとか、運動する時にテンション上げるとか、挑戦する力をつけるとか、睡眠の質を高めるみたいな、何かの目標を達成するために音楽を使うことが多かったそうです。だから皆さんも、何気なく音楽を聴くんじゃなくて、その音楽がもたらす効果みたいなものを少し意識してもらって、で、自分がの目標達成のために音楽を使うようにすれば、誠実性が高い人と同じような行動が取れるので、誠実性が上がるかもしれませんね、というお話でした。ぜひですね、参考にしてみてください。